はい、えー、皆さん、こんにちは。産ジャンルの山木さん,さんです、です今日はですねあの春風ちゃんのです、ね、訴訟についてお話をしていきたいと思います。でその前に、えっと、裁判報告ですね。で今日ですけれども、まああの、福永先生っぽいやつはなかなか、まあ、表のお手では少なく,ともなくてで、気になったのが2件ですね。えっと、1件が令和2年和の4164というやつで、天チームが金子綾さんを訴えた事件ですね。 でこの事件で今日尋問だったんですけども、なんかこう入国ができないと。まあ、いうことで尋問が2月に延期になったということです。なんか、海外に行ったらしいんだよね。まあ、あの、二人とも多分海外出身だと思うんですよね。天チも確か北京かなんか出身で、金子彩さんもなんか、なんか外国の方ですよね、もともと確か。だったと思うので。まあ、そういうことなのかなと思いますけども。 あと令和3年は28206ですね、民事40部の事件ですけども、本田議権が松田を訴えた事件ですね、これ、民事40部なんで、これ、知的財産権関係だと思います。で、まあ、日本を代表するです、ねまあ、自動車メーカー同士の裁判ということで、非常にそういう意味では面白いかなと思いますね。まあ、これ、高橋雄一郎先生なんかは興味があるかもしれませんというところです。あの内容とかは僕はまだ閲覧とかしてないんでわからないということですね。 でえっと、今日ですね横浜地裁行ってきまして、豪からですね、えっと、令和3年は、えー、3425という事件を閲覧してきました。でこれまだです、ね、あの公開、コー弁論行われてないので、まあ、あの訴状をこうしゃるとか、そういうのはちょっとできないし、まあ、そもそもあなかなかこう分量多くて、移したりとかは無,無理なんで、まあ、概要だけという話なんですけども、まあ、原告は春風ちゃんこと春名風花さんとそのお母さんですね。 代理人はとサイバーアーツ法律事務所って言ったかな、の田中先生と。で、被告はですね、まあ、あの <laughs> まあ名前ちょっと伏せまして、そのペンネームがヌコさんかな、ヌコフェスティバルさんで、代理人が三上先生ということです。で、これですね、9月7日に提出をして、で1回11月かなんかにコート弁論やるって言ってたんだけども、それが取り消されて、12月13日にウェブ会議が1回行われて、で、えー、と次回が2月7日と、まあ、いうことになったようです、ね。 なんで,でこうなってるかっていうのは、もう後であとでちょっと説明していけばすぐに分かると思います。で、請求の趣旨ですね。え、春の風化に3429万5000円を支払い <laughs> うおーって感じですね。で、お母さんのおに180万円支払いということで、全部で3600万ぐらいですかえー、3 6 0九万とか、そんなくらいかなえー、という、なんかあ、すごい訴訟になっております。飲酒代だから結構かかったはずですよ。 ということですね。はい、で、えーと、内訳なんですけど、アルカゼちゃんの方は、精神的な苦痛が3402万円で、これね、あとで説明しますけど、投稿が1134あるんですよ。なんで、おそらくこれ、1投稿3万円という計算だと思います。からあと、これ、東京地裁でやったらですね、KDDI 相手の8八法改正級の訴えがあったんですけども、 あちらの開示費用が16万5千円ですね。これだから15万円プラス消費税と。まあ、いうことで、これ、田中先生に払ってると。から、あと、この損害賠償の着手金として11万円払ってると。で、これ、合計が先ほど言った3429万5千円かな。という金額ということのようです。ですね。で、経緯としては、まあ,あ、令和2年4の3944ということで、去年の12月に仮処分を受けて、 で今年の6月4日にです、ね、ケリリア相手に勝ったということですね。これは確か1回放送したんじゃないかなという気がしております。えっと、畜生とか言ってて、まあ、それはちょっとさすがに12件度超えてるでしょということで、開示判決になっておりますで。投稿した場所が主に3つで、えっと、本赤がですねこのヌコフェスティバルってところで、でサブ赤が、えっと、96ヌコフェスティバルっていうところで、 あと、ノートがですねあの、ヌコフェスティバル666っていうノートですね。まあ、この3箇所で、まあ、その誹謗中傷を繰り返していると、まあ、いうことのようですねで。ちなみにですね、先ほど言ったように投稿がですね、春風ちゃん、ですね、春田風かさんの方が1100投稿ですね。えっと、本和歌の方が2015年からえっと今年の6月までで968投稿ですね。ちなみにこれだからね、あの、 別紙含めて、訴状が250ページありますよ。<laughs> すごい朝ですよ、<laughs> これも映すのも大変だったんじゃないかなと思いますけどね。からえっと別赤のほうが120投稿、ね。から、ノートの方がが46投稿ということのようです。で、お母さんのほうがえっと本赤で59投稿。それから、ノートの方で1投稿がお母さんに対する誹謗中傷と、まあ、いうことですね。 うん、で、1000、まあ、いくつと投稿があるわけじゃないですか、まあ、なので、まあ、被告の方うも、まあ、答弁するのに時間がかかると、まあ、いうことで、第1回期日が取り消されて、とりあえずウェブ会議になって、でえっと、第2回もですねちょっと時間くれということで、2月7日まで待つと、まあ、いうことになったようですね。で、裁判官が、ですねこれちょっと <laughs>、これ、全部審査するのかということで、えー これ、おそらく12月13日のウェブ会議のときだと思うんですけれども、えー、30に絞ると、絞ってくれと、まあいうふうに、えー、原告の方に言ったそうです。で、それに対して14日付で、えー、田中先生が、まあ、事務所名についい形で回答してるんだけれども、まあ、依頼者とも相談の上、それ、これはあのできないと、えー、いうことで、これは拒否したと、まあいうことですね。これ、1000いくつってさ、これ、 判決これ、一個一個全部ちゃんと書いてたこれ、判決書けないですよ。どうするんですかねと思いますけどね。まあ、裁判官の30に絞れ、三十に絞るけど、損害額は1000の、いくつでちゃんと計算するから、30に絞ってくれと、まあ、言ったんですけども、まあ、あの原告のほうは嫌だということですね。まあ、これでも絞ったんだと、まあ、いうのが、まあ、一応、原告の言い分と、まあ、いうことのようです。 とというところです、ね、で内容ですね、こういう線いくつあって、もうなんかもう、全部見るのもちょっとできなかった感じなんだけど、まあ、いくつか拾っていくと、まあ、その、これや、絶対やっちまってると思ったのが、発達障害、それから気象ですね、これ知的障害の略だと思うんだけど、からあと、中学校名をばらすぞと、まあ、いう投稿ですね。もうこの辺りはもう 100アウトだと思うんですよね。そまあこれも99%アウトかなと思うのがあの、リンチさせてるってやつだね。つまりその、これね、なんだっけな、春風ちゃん、春菜風花さんがその、えー、朝日新聞かなんかにその、まあ、いじめはよくないみたいなことを投稿したのかな。でそれに対して、まあ、反対意見を言った人もいたと。でそれを春菜風花さんがリツイートして、 でまあ、それに対してまあ意見を書いたりしたと、えーまあ、リツイートしたりしたと、まあ、いうことで、結局そのハル、春菜風花さんのファンの方に、その批判者をリンチさせたと、まあ多分そういう趣旨の投稿だと思うんですね。ただ、それっておそらくその何、ね、批判者に対してまあ批判したと。要するにア、アンチ春菜風花を批判したファンの人いるじゃないですか。 そのファンの人と春奈風花さんとの間に、そのじゃあ、共謀関係があるかっていうと、おそらくないと思うんですよね。で、仮にあったとしても、それ、立証責任は被告にあるので、被告がそれ、立証できるかというと、それ、まず無理なんですよ。なので、このさらし上げ、リツイート、その、 自分の投稿に対して反対意見を言った人の投稿をリツイートすることで、晒し上げて、えー、リンチさせたという趣旨の投稿であろうとおそらく思うんですけれども、これはそらくその真実性を立証できないであろうということですね。まあ、そもそも真実でないというか、その通報関係があったとはちょっと思えないし、仮にあっても証明できないということですね。というふうになるんじゃないかなと思いますね。こちらを晒し上げたっていうやつですね。 うん、でまあ見たんですけど、あのでその反対意見言った人にまあ、いろいろ反論みたいなのしてるんだけど、まあなんか本当な反論、まあ、僕はこういうつもりだったんだみたいな感じで、その割と本当な反論だとは僕は思いましたけどね、なんでまあ、うん、いろいろものの見方なのかなという気はしました。 であと、この辺は僕、ちょっと,、えー、と内容、えー、と真実性よくわからないんだけど、詐欺とか嘘つきとか、ハーケン・クロイツ用語とか、迷惑行為、トラブル、えー、殺害予告なんて嘘ですと自分でばらしている。まあ、要するに、自作自演の作戦予告ってことですかね。あと、ステマ、募金詐欺、えー、テロじみた行為と。まあ、こういったようなことを、まあ、書いているのがいくつかありました、ね。まあ、これに関しては僕、ちょっと、えー、真実性とかちょっと確認し できないのでわからないとしか言いようがないんだけれどもまあ一応こういうことをいろいろ言っているということなんですね。でこれらですねあのまあさっきつきハーケンクローチ言うことがこの辺に関してはまあその論あこの人ねなんか論評が多いんだよね。あのあるな風花これこれをしたとかそういう具体的な事実を 敵視するよりもむしろあの嘘つきだとかですね、そういった形のこう論評が多いんだよね。なんでじゃあ前提事実何なのかって僕読んでだからちょっと結構ちょっとモヤモヤしたところあるんだけど、まああの論評が多いとまあいうことですね。でそうなると違法性を取得するためには公益性があって公益え公共性があって公益目的があってで前提事実が真実でなおかつ人身公益に及んでないことが必要なんだよね。 公公共共性性だねちょっと間違えましたで、すね公共性ですね、著名な俳優ということで、まあ、公共性はおそらくあるんだと思うんですよね。で、公益目的はちょっと微妙で、ヌ、ま、コ、あ、さんですよね、ちょっとまあその、うん、春な風花憎しっていう感じになっているところはあって、 公益目的が本当にあるのかどうかってのはちょっと分からないんだけれども、まあ、まあ、あることにしましょうか <laughs>。で、真実性に関しては、ちょっと先ほど言ったこと、あの捨てマをしたかとか、募金作業したとか、これちょっと僕は,僕は分からないんで、ね、判断できないあの。まだ被告の反論出てないからね、分からないけれども、ただ、その人身公益に及んでないことっていう要件があって、でやっぱりその全体の趣旨からして、これ、人身公益に及んでると思うんですよね。 いや結構だから畜生とかさ、なんかひどいあの誹謗中傷をしてるので、まあ、仮に真実であったとしても、その論評としてその社会的相当性を欠いてる、えー、というような評価になるのかなという気があ僕はしました。なんですよね。はい、からあとね、どうかなと思ったのが、児童ポルノだっていう書き込みが何回かあって。 でこれはね、そのぬこさんのノートをちょっと,ょょっとだけ見たんだけど、あの確かにその、まあ、上はちゃんと着てるんだけど、その下、パンティーだけの写真とかもあって、まあ、それを見て児童ポルノだと、まあ、思いましたと、まあ、言うんであれば、それはあり得る感想なのかなとは思いました。ね、ただ、じゃだから、えーと、例えばその写真を見て、これ児童ポルノだねって言ったんであれば、これ全く問題ないし、でも1回、2回であればあまり問題ないと思うんだけど、 あまりしつこく結構しつこく言ってるんで、そうすると、いや、それって人身攻撃なんじゃないのとかですね、えー、いうことになるんじゃないかなという気がしました。から次のもそうで、陰湿で無知で倫理観に欠けてると、まあ、もちろん、あの春名風花さんにとってはもう非常に不愉快だろうと思うけれども、じゃあ、これ一回言っただけで、これ、受人限度を超えた侮辱になるかっていうと、うんまあ、正直微妙だよね。 まあこれくらいのことだったらね、あの、人に対する評価として言うことはあるじゃないですか。だから、あと、下げまんもそうですよね。あの、なんだっけ、東原さんでしたっけあの、なんか柔道の選手かいかと結婚したら、途端に相手の成績が悪くなって下げまんって言われたとか,なんか、確かそんな話があったと思うんですけど、あの、それから、ババアですね。これも、あの、まあ、少なくとも1回で受人限度を超えるいうことはないですよね。ゲスとかもあったかな。まあ、これもそうだね。 うーんまあ、このあたりさ、児童、まあ、ポロもそうかもしれないけど、1回言っただけでこれが10人限度を超えた侮辱かっていうと、まあ、そうならない可能性も結構あると僕は思うんですよ。あのキチガいって言ったやつで、1回なら政府ってなあったじゃないですか。なんで、まあ、セープなのかなって気がしなくはないんだけど、まあ、この人たは前結構しつこく言ってるんだよね。何回も何回も同じこと言って,あの <laughs> 言ってるんで。 そうすると、うん、どうかなと思いますよね。まあ、10人限度を超えるっていう可能性が高いのかなっていうふうには思ってます。で、1100いくつ全部見たわけじゃないけど、ざっとしか見てないけど、おそらく9割以上はアウトかなと思いますね。セーフなのももちろんあると思いますよ。あの、ババアとか、まあ、ギリギリセーフなのかなとか、ちょっと思ったんですけどね。 ババアは確か一1回ぐらいしか言ってないと思うんで。ただまあ、ほとんどがまあ、うん、アウトかなという気が、僕はしました。っていうことですね。というところですね。で、そうそう、で、その、ヌコさんのノートも見たんですけど、結構さ、いや、それ別になんか、批判するところかなって思ってるところも結構批判してて。 まあぬこさん自身、やっぱりその、まあ、はるなさん嫌いなんでしょうねっていう、まあ、それはもちろん人の好みだから、なのかなっていう感じはしましたね。なんか一例を挙げると、その家の近くになんかこう障害者の施設かなんかできたのかなで、その地価が下がったと、まあいうようなことをはるなさんが言っていて、で、それは障害者をディスってるんだみたいな、あの、評価をしていたんですよね。でもちろんそれは、それで評価としてあり得るんだけれども、 ただ一般論としてそういう事実を伝えているだけのようにも見えて、あのそういう評価が一般的なのかなというと、なんか違うような気もするんですよね。例えばその、例えば車の人を引いちゃった時に、相手が健常者か障害者かによって損あの、損害害が変わるわけですよ。なので、あの僕はその、ね、障害者の場合は、引いた場合の損害額は低くなるんだと。これれは客観的ななな事実なんでですねなんでそれ例えば サン,ソンチャンネル言ったら通じゃないですか。で、それって客観的事実言ってるだけですよね。障害者ディスってるっていうに、まに、あ、僕を嫌いな人は言うだろうけどあの、っていうのは一般的な評価ではないですよ。なんで、まあ、ちょっとその、なんていうかなこう、悪い方の目で見てる評価が多かったかなっていう気はしますね。で、まあ、ざーっと見て、そうですね、これは言われてもしょうがないなと思ったのが一歩だけあって、で、それはあの、 ドクトワ国の領土だっていうのがあって、ドクトってあの韓国側から言う竹島の言い方ですよね。であれは確かに批判罪でもしょうがないかなという気はしました。ね。まあただそれをね、あの、ヌコさん市販してるわけではないので、あの、うん、どうなんだろうなっていう気がしましたね。で、あと感想ですけど、3000万円は多分いかないですよ、これ。あの、 やっぱり日本の裁判って損害はかなり低く抑えられるので、まあおそらく数百万だろうと思いますね。まあ一応200万ぐらいというふうに予想しておきますけれども、300万はいかないのかなという気がしますね。これあと開示費用ですね。あの、田中先生の開示費用が16万5000円ですね。これ有名人だから安くしたっていうんだったら、まあちょっとあれなんですけどもで、そうじゃないんだったら、あれ、いや、非常にリーブルダメですよね。あの 福永克也が66万取ってるわけじゃないですか。なんで、それ考えると、あの、16万5000っていうのは、まあ、非常にリーズナブルで、ああ、これ、俺、誹謗中傷されたら田中先生に頼もうかなと。<laughs> あの、ふと思いました。ね。からとさ、これ、もしかしたら田中先生、あの、ムッとするかもしれないんだけど、この損害の立て方でさ、こちらね。えっと、春菜風花さんの損精神的は3400万ですと。で、会計費十16万5000ですと。 で,着で、損害賠償の着手金が11万円ですと言ってるんだけれども、あの弁護士用って普通10%認められることが多いわけですよ。それだったら、この実際に払った11万円っていうふうに請求するよりも、むしろその1割っていうふうにあの言っといた方がここ良かったんじゃないかなと思うんですよね。おそいうのはその、おそらく最終的に、まあ、これだけ書いてるんで、損害額100万以下にはならないと思うんですよね。 でそうすると、1割って言っておいた方が多分得なんですよ。その実際に払った11万円というよりも。なんで、弁護士をあの実際に払った11万円というよりは、1割って言にしておいた方がなんか得だったんじゃないかなと思って、ここなんでこうしたのかなっていうのは、ちょっちょと疑問に思いました。と、はい、いうところですかね。からあと、2015年からの書き込みがあって、 これ民法を勉強した人だと、あの、損害賠償3年の時効にかかるか、これ大丈夫かっていう、あの、あれがあるんだけど、これ民法724条だったかなえっと、損害及び加害者を知ってから3年なんだよね。だからこれ、発信所条改正給で、加害者が分かってから特定されてから3年なんで、えっと、2015年のやつですね。3年以上前のやつだけど、これは、あの、まあ、政府と、時効にはか,かってないと、まあ、いうことになるわけですね。っていうことですね。 からあとそうですね、あのまあ、どっちも若干感情的になっている部分というのはあるのかなというのはちょっと感じました。あのまあ、ぬこさんの方は、やっぱりその春風、あの春さんが何やってもこう悪く取っているというところがあるし、あのまあ、確かに批判性でもしょうがないこともやっているとは思うんだけれども、まあ、そうじゃないところもなんかあの悪く取っているというところもあるし、から春風さんの方も損害 <laughs> <なんか笑>額3600万。 じゃないで、すかであと、うんまあ、裁判官から30に絞れと言われてそれ拒否したりとか、だから、あのいや気持ちはもちろんすごいわかるんですけど、裁判オッチャー的に言うといや、それ言って得になりますかっていうところは、僕は感じちゃうんですよね。うんまあ、結局だからせ、1000個のと、あの 全部審査してくれって言っても、30に絞っても、結局、損害額あんま変わらないと思うんですよ。で、おそらくほとんどの書き込みについてあの、違法性認められるでしょうから、結局、あまり変わらなくて、結局、裁判官が大変な思いをするかどうかだけの違いだと思うんですよね。まあ、その気持ち的に、いやあの、どの書き込みにも私は傷ついたんだから、どの書き込みもちゃんとあの裁判官見てほしいと、で、この書き込みはだメだって、ちゃんと言ってほしいといや、気持ちは分かるんですよ。 気持ちはわかるんだけど、その裁判の当事者として、それは得な選択だったのかなっていうと、うんなんか違う気もするということですね。はい、ということでですね、あの春菜風花さんのですね、損害賠償をですね、ちょっと見てきました。まあ、あの先ほど言ったように、おそらく春名さん勝つだろうと、まあ、いうことですね。で、まあ、2、300万かなという気がしております。まあ 請求額の1割いかないだろうなという感じはしましたね。ただこれ、仮にじゃね300万という判決がたったとして、被告が払うのかどうかっていうところもありますよね、なんか、まあ、かなり今でもなんかこう、誹謗中傷を続けているというこ、まあ本人に言わせる批判なんだけども、あの批判を続けているということで、うんなんかこう、 解決ししなないいいっっててううこともあり得るのかなっていう気はしますよね私はこの名誉毀損で2件あの合計で150万ぐらいあの買ってるんですけどまだ1円も払ってもらってないですし <laughs> でかげは絶対私の悪口言ってますからね2人ともなんで、うん、まあ根本的な解決につながればいいなというふうにっます、はいっ質問コーナーですね 柱状を手にした相手が、信者の実名や住所を書いたり、入手者はどう対応しておりますかこれだからさ、あの、プロバイダー責任制限法の,あの43項だっけななんかの違反ですよね。まあなんで、これはまあ減額自由にすればいいんじゃないですかえー、損害賠償請求された時に、まあ、あの、減額すればいいし、その人のその後の柱状を改正請求によって、当然不利に、あの、 判断されるべき内容だと僕は思います。から裁判所執行官で見たことありますかありますよ。あの、山中豊さんに、まあ、合計100万近い債権持っているので、まあ、強制執行したときにあの一応立ち会わせてもらって、執行官の方とお話しさせていただいたことがあります。ただこれ、えー、と死刑を執行するのはこれ刑務官なので、執行官ではないですよね。はい、なんで あの、執行裁判所の執行官というのは、死刑を執行する人ではないということですね。え国,国家賠償請求行政訴訟ってやったことありますかないですね。はい。私、あの、平和主義者なんで <laughs>。あの、そういうことは強敵しないです。あれ、山中豊さんが国賠請求結構やってるんじゃないかな。確かこの前あれですよね。あの、自分の刑事の裁判で、え冒頭陳述の中に、その横田由美子さんに関する、その、 冒頭に内容があってで、それが嘘だということで、名誉を毀損されたということで、国と横田さん訴えた事件というのがあったと思いますね。あれ、確か山本真志さんが代理人さんじゃないでしょうか。はい、初めて行った株主総会はどこですか、確か楽天だったような気がしますね。サンソンさんの昼情報がないと思ったらサブアカにこうして,て寂しいです。いやこれあの あのシャドー版されたんで、サブアッカーに1日ぐらいちょっとあの避難しておりました。よいしょ。というところをですね、はい、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方お願いします。どうもですね。